ます。本日はホンダゴリラのレッサーに挑戦しました。このゴリラは昨年、我が家にエンジンのかからない状態で、どっちかといったらもう廃車状態サビサビの状態で我が家に来ました。そして、レッサーのポイントとしましては、まずゴリラをバラバラにしました。そして、できる限り小さいところ、線の一本一本まで、拭いたり、ダメなところは交換しました。それで、手間のかかったところはタンクです。タンクは、昭和からのこのゴリラのステッカー、これどうしても活かしたかったので、その部分だけをマスキングして、それで、後の部分を、黒色で再塗装して、その上からクリアを巻きました。このマスキングがすごい大変でございました。そして、エンジンに関しては、昭和からの汚れがこびりついてましたので、その部分を、いろんな、まずはワイヤーブラシでこすったりとか、いろんな、ピカ使ったりとか、ブルーマジック使ったりとか、いろんな、ものを使って、まず昭和の汚れを取って、それで、ある程度の表面仕上げまで、やってみました。それで、フレーム類に関しても全て黒色で再塗装しました。そして組み上げる時には、できる限り、ネジ類も新品に交換しました。それで結構納得いける状態のレストアが完了しましたので、動画にまとめてみました。緩い動画ですけど、最後まで動画お付き合いをよろしくお願いいたします。では後ほどでございます。Through the highways and on and on we'll go.
はい、動画を最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。いかがでしたでしょうか。こんなゆるい、ガレージライブを楽しんでます。いつもあの車の、整備っていうか、まあ、あの掃除とか、あとバイクの掃除とか、そのようなことを毎日、楽しくやってます。このようなゆるい動画でございますが、よろしければチャンネル登録の一つよろしくお願いいたします。またあの定期的に動画の方もアップしていきますので、本当に、今後ともよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。